皆さん小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってありますか若かるです。今日はですね、方言ヒロインはキャラ立てが便利にできますよみたいな話をしたいと思います。 セリフ言葉登場人物が話す言葉遣いっていうのはすごいねキャラ立てをね決定するんですよ例えばですね東北弁のヒロインやったらなんか純朴そうなイメージがあるし京都弁のヒロインやったら上品で品がい,いねえけれどもいけずやいけずそうやな今日の部分付けとか違反やろなみたいなイメージがあるやないですかそういったねイメージをうまく使ったらキャラ立ていろいろ悩まんで済むんですよ私が好きな キャラだって、っていうか、私が好きな方言ヒロインを二つ紹介しときたいと思います。えっ、ー、とね、私が好きな、一番好きな方言ヒロインは、NHK の朝ドラでやってたアマちゃんです。アマちゃんのアマのアキちゃん。えっ、ー、とね、アマちゃんね、ノーネンレナさん。ノンさんが演じてはったんですよ、アマのアキちゃん役を。で、このアキちゃんね、すーごいなっていうのか、可愛らしいんですよ。ノンさん自体も可愛らしいんですけれども、ノンさんの演じるアキちゃんは、ほんまに可愛らしくって、おめめがキラキラで、 純朴で素直でほんまに可愛らしいんですよ一生懸命でねもうほんともうおめめのウルウルしたキラキラした綺麗なな目め,めがねほんまになんかすっごい可愛くって東北弁のヒロインってほんま可愛らしいな純朴そう素朴そうなんか悪いこと考えてへんそうなイメージがあるんですよねあともう一人私の好きな方言ヒロイン紹介しておきますトゥー,ハートっていうゲームの 星野智子。えっとね、智子さんは委員長でメガネにお下げですで。それからですね、神戸出身で東京に引っ越してきてはるんですけれども、神戸ってなんかこうおしゃれでね、ツンとしてるイメージがあるんですよ。品がいいっていうのかな神戸ってこう、すごい上品なイメージがあって、でもツンとしてる。なんかね、あのー、私らの印象から言うと結構ツンとしてるイメージがあるんですよ、神戸ってね。ごめんなさい、神戸人の人。 だからねその星名智子はほんまにねツンデレヒロインやったんですよメガネにお下げで真面目で結構冷あの主人公の藤田君に冷たくてせやけど最後出れる時が落差がすっごい激しくってツンデレヒロインすっごい破壊力あるなあ思いましたね あの私がねこう一生懸命ツンデレヒロイン描き始めたのは多分星名智子さんのイメージ結構強かったんちゃうかな今のアバターもメガネにお酒の文学少女みたいなイメージで描いてんねんけれどもやっぱりね東條彩とかね1 5 0 0の東條彩とかトゥーハートの星名智子とかあの辺のイメージがやっぱ強いからやと思うんですよでねあの星名智子さんのすっごい印象的なセリフが「藤田くん?」 こっち後編なんですよ。えっとどういう状況かは私ちょっと説明するのやめます。ただねものすごく破壊力ありました。私プレイしててドキッとしたもん。男性読者多分ね男性読者ちゃうわ男性ユーザーきっとね男性プレイヤーきっとねものすごくね感動しはったんちゃうかな。 じゃあ、若月京都人やけど、京都人の思う、若月の思う京都弁ヒロインで好きなヒロインっているのっていうことやねんけれども、私実はですね、京都名ヒロインで好きな人っていないんですよ。っていうのはですね、あの、私ね、京都人の境にね、京都弁こんなんちゃうわ、とか。 京都人こんなこと考えへんわとかね。なんかこう、京都弁警察になってしまって、京都人警察になってしまって、ちょっと突っ込み入れてしまって、冷静になってしまうんですよ。せやけどね、やっぱりね、その京都弁のヒロイン書くとね、上品でいけずそうっていう、その相反したイメージをうまいこと書くことができるんですよ。で、京都弁警察なんかほっといて、京都人のイメージで小説書いてしまうと、ちょっと腹黒そうな、なんかブブ漬け食わしたるみたいな感じの腹黒そうなヒロインがうまい。 書く書ことがでできるんで京都弁ヒロイン書いてみてみください京都弁ヒロイン書くときにセリフちょっと私らは本間もんの京都弁んちゃうし本間もんの京都人から言わすとちょっと京都弁おかしいんちゃうかなと思っててもいいんですよ。あの読者さんはね京都人じゃない人が喜んで読んでくれはるわけで世間一般が思う京都人京都弁であればそれでかまへんのです。せやから方言ヒロインもうまく使いましょう。 あともう一つ、言葉がちょっと拙ないヒロイン。単語だけをポツポツポツっと喋るようなヒロインいるじゃないですか。あれね、なんか言葉の拙ないヒロインって可愛らしいイメージがあって私結構たくさん書いてました。コンゴーちゃんとかがそうですよね。あの、いいなぁ思うと私ね、結構そういうヒロイン書いてしまうんですよ。皆さんもね、たくさんいろんな小説読んでね、あ、いいなぁと思うヒロインを皆さんの書き方で書いてください。それがですね、キャラクターを自分の 中で、一旦咀嚼して、自分っていうフィルターを通して、自分なりのキャラを書いたら、これはね、皆さんのキャラになるんですよ。せやから、どんどんね、いろんな小説、いろんな話読んで、こんなキャラ好きやなっていうのを、いっぱいね、見つけてください。やっぱりね、読まへんかったら、っていうか、楽しまへんかったら、小説は書けへんのちゃうかなって私思ってます。最後にね、ちょっとだけね、京都弁披露したいと思うねんけれども、ジュリエットのセリフで、京都弁ちょっと披露してみますね。 ああ、ロミオハン、ロミオハン。あんたハンは、どんなして、ロミオハンなんだすお父さんと縁を切りやす。その名をお捨てにならはりやす。できひんのやったら、せめて私を愛すると誓うてください。ほなら私は、キュピレットの名をほかします。どないどすやろ <laughs> <laughs> えっとね京都弁でするとなんかめちゃめちゃした感じになりましたね <laughs> ロ「ロミオロミオあなたはどうしてロミオなの?が」が京都弁やとこんな感じになるんですよでね皆さんもね私の方言やったらこのセリフこんな感じになるわいうふうな感じのやつをちょっと書き込んでいただいたりすると嬉しいかなと思いますあとそれからねこんな方言ヒロインがあってすっごい可愛いよみたいなのもあったら教えてくださいほんな終わります聞いてくれはっておおきにまたね